こんにちは、はちみつ農園ポコドスカーナです。この動画では冬に備えて小さい群の合同をやってみたいと思います。ちょっとこれ見てみてくれる？11月8日に見た時点で、この群は2枚です。そのうち法人がついてるのが2枚あって、で給餌枠の外に2枚予備の巣枠が入っていますというようなことを書いてあります。それから蜜が全然溜まってないので蜜枠がいるよということですね。そしてもう一つこれですね。これは11月の8日の時点で3枚群で2枚法事があって、給餌枠の外に1枚出て、これも全然蜜が溜まってませんという状況です。で、通常合同するときは弱い群を強い群に合同するんだけど、今回の合同は小さい群と小さい群を合同して冬越しできる群にしたいと思います。というのはね、今年は僕は7月の半ばから1ヶ月ぐらい全然世話できなかったんだよね。そうね。で、そこで給餌をしてあげなきゃいけなかったんだけど、全然できてませんでした。なぜかというと、半月ぐらい、腰痛でね、入院しちゃって動けなくなって、それであと半月ぐらいリハビリとかで、もう1ヶ月ぐらい真夏の一番暑い時にお世話ができませんでした。8月の終わりぐらいから打肉場はやってあるし、給餌は始めたし、代用花粉も上げてるしということで、また詰めてね、詰めて元気が回復してきてすごく元気なんだけど、ただ立ち上がりが遅れちゃったんで蜂の数が少ないのよね。このまま冬は越せると思うけど、あまりにも小さい群、ね、元気がないとか弱ってるっていうわけじゃないのよ。ただ小さいのね、これ2枚しかないのね。見てくれる？これ2枚、2枚しかないの。これだとね、ちょっと寒くて春の立ち上がりも悪いので、合同してそこそこの群の大きさにしたいと思います。で、どっちの群をどっちの群に合同するかということなんだけど、それをちょっと今決めます。これね、ここに法事がやっぱりあるでしょ、女王蜂がいた、それで2枚あって、こっちにもほら法事があるでしょ、だからすごく元気なのよね、元気なんだけど遅かった。僕の世話を始めるのが遅かったんで、これだけ2枚しかないのね。で、この群は代用花粉も食べてますけど、砂糖水がね残ってんのね。ちょっと映らないかもしれないけど、砂糖水がまあちょっと残ってますね。なのでこの群を一個も蜜枠枠が足りないよって言ってるね。なのでほら、ここちょっと映してみて、ほらね、中でほら足つないでるでしょ。本当だ、ね、これは中に巣を作ろうと思ってね、測ってんだよね。だからそれぐらい元気だから、さっきの群をこっちに合同しようかな。こっちは全然少しやっぱり砂糖水残ってるね。でもこっちの方がおそらく勢いが、どっちもね、病気があったりとか元気が、ダニがいて元気がないとかいうわけじゃないんだよね。元気なんだけど、秋の立ち上がりが僕がお世話なかなかできなくて遅くなっちゃったんで、もっと早くしてればもっと増えてたんだけどね。女王蜂も元気、こっちも卵も、こっちはほらいっぱい法事両面にあるし、それからよし、それじゃあこっちの群に向こうの群を合同します。で、内勤蜂の合同は簡単なんだよね、向こうからこっち持ってくるだけだから。で、一番嫌な作業というのが、こっちの女王蜂を潰してしまわなきゃいけないというので、ね、元気にいっぱい産んでるのにね、それがね、もったいないと思うんだけど、まあ、2つ合同します。で、女王蜂を探します。で、こういう合同作業をするのはね、
今日みたいにやっぱりポカポカした日でないとなかなか寒い日にはできないからね。そうだね。はい、これが合同される方の蜂ですね。さっきちょっと画面でピンチするのを撮るのはかわいそうなので、さっき僕が女王蜂をピンチして抹殺しました。ではこれ内勤蜂とね、ここに残ってるのは内勤蜂とこの王子ね、これを向こうに合同します。こっちの分もね、一番端っこはこれ何も報じないでしょ、うん、でその次のこれには報じがあるから、はい、この報じのところに入れてやります、はい、そしてもう一枚ね、これにもうん、逆にすればよかったね。ちょっと待って、こいつをこっちの面には法事があるんだけど、こっちの面には法事がないので、うん、これをできるだけ法事が固まった形にしたいので、真ん中にある方がいいんだね。うん、これのね、これでしょ。それからこれはこっち側に、まあ、法事があるんだけどね、あるんだけど、この中にできるだけ固まるようにして入れてやります。こっちもないですね、こういう感じで入れてやって5枚になった。これのこれはまあ3つほとんど溜まってないんだよね。それでここにこいつを給餌箱の外に置いて、でこの給餌箱の中にしっかりと溜まった蜜枠を入れてやります。それする前にちょっと当然だけどこれに砂糖水を吸収します。これ溺れるぞ。給餌を満タンにしました。結構いっぱい、うん、いっぱい入れた。そしてあと蜜枠ね、蜜枠を調達に行きます。調達に行くのはあれね、緑が2枚あるっていうのはもう人助けもできるぐらい強いよっていうやつなんで、はい、わすごいいっぱいだね。それで端、これはね、これは蜜枠だしね、うん、これも蜜枠なんだよね、3枚もあって、だからちょっとお助けしてもらいます。内勤蜂も一緒に入れてるかな、うん、そしてこれを持っていくので、この人にはお返しに後で給餌をしてやります。これも内勤蜂もそのまま持っていきます。これそのまま一つ入れてやって、はい、これで一応巣枠は
5枚、はい、それから法事がついてるのは4枚あります。これちょっと見つ途中まで溜まってたやつはさっきの上にお返しします。あー怒ってるね、うん、よしありがとね、人助けしてくれて。ハチ助け、寒さ防止のためにこれをあげます。1枚抜いちゃったからね、これは1枚にしときます。でこれね、はい、これはもう片付けちゃうんで、よいしょ、そしてここに置いてやります。この鉢はこちらの門の近くに落としてこっちに入ってくよということですね。で今出てた外に出てた外金鉢は帰ってきたら自分の箱がないので近くに入ります。近くの箱に入ります。まああわよくばこいつに入ってほしいけどね。そうだね。ほら、ゾロゾロ入っていってるでしょ。これで合同は完了ですね。こちらの群はどうなったかというと、もともと3枚群のうち2枚法事があって、まあ九条区の外に1枚余分にあったんだけど、それを今向こうの2枚かつ2枚とも法事がついてたのを入れましたので、トータル5枚になって、5枚のうち1枚は交換して強い軍から蜜がいっぱい溜まってる蜜枠を入れてやりました。なので今これ5枚分で、5枚分のうち4枚に法事がついてて、4枚に法事がついてて、で外に1枚蜜枠があるという格好ですね。里水も今満杯入れてやったので、これでこの砂糖を貯めれば十分冬を越せると思います。そして最後に防寒用にこの掛け布団ね、掛け布団をかけてやって、そして閉めて、あとみんなこの合同しようとしている蜂たちが入れば、またスズメバチ防除器も取り付けて、はい、終わりですね。今日は11月の15日で、この群は5枚枠の4枚、外に2枚か、外に九条区の外に2枚ね、で3枠追加しましたと。よし、これで冬は越せると思います。この動画では元気なんだけど規模の小さい群があったので、その規模の小さい群を2つ合同して十分に冬を越せるようにしました。
この動画が良かったらいいねを、そしてこのような動画をたくさん上げていますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。 Thank you!